千葉市上空、青空から次第に日が落ち、茜色へと変わりつつあります。絶好の阿波踊り日和を迎えました。徳島市の阿波踊り、初日12日。千葉市連に続きまして、踊り込んでおります。阿波踊り橋を登場しましたのは、アイコレント国際恐竜機構会の皆さんです。やっとやっと踊りは DIA 徳島市国際交流協会連です。世界の平和と繁栄に貢献することを目的に1990年より阿波踊りに参加しています。3年ぶりとなりました今年の阿波踊り、参加者は少ないですが、ギルビス、カナダ、アメリカ、ビルマ、日本の踊り子たちが元気に力いっぱい踊ります。千葉市での皆様ありがとうございました。さまざまな国から参加してくださいました。阿波踊りは世界の人々を一つにするパワーがあります。さあ、そして高張り通信上には星の花が飾っております。アイコレンは平成5年東四国国体の際、おもてなしで喜んでいただきたい、役に立ちたい、その思いで結成されました。アイコレンの愛は、アイヌメの愛とラブの愛をかけたものです。郷土を大切に思い、皆様に愛されるアイコレンでありたいと願っています。衣装も石井町の藤の花がデザインされています。そして頭に巻いている藍染め、全員の手作りとのことです。さあ、放送席前に差し掛かっておりますのは DIA 徳島市国際交流協会連です。まさにその名の通り、国際色豊かな連となっています。踊りは DIA。 今日も様々な国から駆けつけてくださっています。キルギス、カナダ、アメリカ、ビルマ、もちろん日本の踊り子さんも一緒になって手を挙げ足を運び、阿波踊りを全身で楽しんでいます。